こんにちは。かくれんぼをしようとして下半身を隠さず逮捕された方がいらっしゃいましたね。餃子チャンネルの鈴木です。餃子チャンネル。さて、前回ですね、持続化給付金の、まあ、フリーランサーの方とか個人事業者の方とかですよね、それを対象にしてちょっと軽く説明をしたんですけども、今日はそれについてまた持続化給付金の、ちょっとこうお話ができればと思います。ただですね、今回はその持続化給付金、前回話した通りに、まあ、皆さんよくもう申請内容も分かってらっしゃいます。で、今更ね、こうネットで載ってるようなことを我々が説明したところで、まあ再生回数も稼げないでしょうし、チャンネル登録者数かもう上がらないと思うので、今日はですね、あえて多分これ聞いててね、ドキッとする方もいらっしゃるかもしれないんですけども、持続化給付金不正受給、まあそれについてちょっと少しお話をしたいと思います。持続化給付金なんですけども、まあこれね、ご自身で、まあ、我々事業ではなくですね、ご自身たちでこう申請されている方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、正直言ってですね、すごいこう安直な内容、まあ、ザルですよね。経済産業省が作った、まあ、急遽こしらえた持続化給付金の制度なんで、困ってる方にはすごいこう安易な申請でこうお金をもらえるんで、助かってる部分もあるんですけども、まあこんなこと言うとあれですけど、ちょっとコロナ詐欺師みたいな人たちからすると、これはね、まあ格好なこう新しい、こうなんですかね、まあお金を騙し取るというこう手法としては楽なものであって、まあ本当にそのザルなんですよね。まあこんなこと言うとちょっとね、私が犯罪助長しているような形になってしまうんですけども、実際やっぱりその不正受給がすごい多発してます。で、まあどこまでこの、まあ警察、まあの方とか、まあ、経済産業省 の、まあね、役人の人たちが把握してるかわからないんですけども、多分ここ1ヶ月2ヶ月またそのコロナがちょっと収束していったあたりから、これかなり調査に入ると言われていて、実際その今摘発されてる方もいらっしゃいます。で、特にですね、まあこれホステスさんだとか、まあ、ホストの方、水商売の方、もしくはフリーランサーの方で、まあ、そのブローカーみたいな方がいらっしゃって、まあ、結局その持続化給付金うちが代行しますよって、ね、まあ、例えばその成功報酬の例えば 40% とかね、まあ、もしくは着手金の40万50万円をください、20万ください、10万くださいっていう形で、まあ、声掛けをして、まあ、まとめてこう代行申請みたいな形、まあ、この代行申請自体がちょっとアウトなんですけども、まあ、そういった形でお話をこう振って、だけど僕別にサラリーマンだしとかね、もしくはいやあんまり集中的に落ちてないんだよねなんて言っても、実はこれね、まあ、粉飾申請がね、まあ、本当に簡単にできてしまうんですよね、まあ、できてしまう制度なんですよね。まあ、それで結構こうまるっとこう業者さんがこう何十人かなんかね、2、30人ぶわっとやって、まあ申請してるっていう、まあ、それでこうお金を、まあね、まあ詐欺ですよね、騙し取ってるような形になってしまってる。で、まあ申請してるのは個々の方々なんで、その個々の方々もやっぱりこれ詐欺っていう形でね、要件を満たしてしまって、まあもちろん申請した人も罰せられますし、そのブローカーも多分罰せられることになります。で、結構その罰則規定も厳しいんで、まあ、この辺はネットで見てもらえればね、あ、結構な金額返さなきゃいけないんだなとか、あ、事業者も公表されちゃうんだとか、あ、名前も言われちゃうんだなんていうね、安易な気持ちでちょっとこうやってしまったことが、まあ、結構その重い罰則があるので、まあ、この辺はね、やっぱり詐欺は詐欺として皆さん認識していただいて、なんかこう甘い誘いがあってね、なんかいいよ、なんか申請依頼してくれば、ね、10万円払ったら90万円入るからなんて言って喜んでこう飛びついてしまったりすると、まあ実はこう犯罪に加担してしまってるっていうことになってしまってね、まあ後々いろいろとこう不利益を被ることがあるかもしれないので、ね、まあ、持続化給付金ね、特にブローカーからのお話があった時っていうのは、もうまずはね、やっぱりこうご自身で一回立ち返ってね、これは犯罪なんだ、もしくはまあもちろん犯罪じゃなくてご自身でこうちゃんとしたその申請要件に当てはまってればいいですけど、まあ、申請要件に当てはまってない中で申請してしまえば、まあご自身の中ではこうね、犯罪の意識が低いかもしれないですけど、間違いなくこれは犯罪なんでね、ここはぐっとこうね、こうまあなんていうんだろうな、まあちょっとこうやっぱり不正はいけないと自分の中で自戒していただいて、考え直していただければと思います。
まあ、今日はこんな形でちょっと硬い話になってしまったんですけど、実際こうニュースとか、ネットでもこの問題がちらほらも取り扱いされてる、まあ、扱われてる問題が、ね、結構多いので、ね、本当にこう 2,3 ヶ月した時にガッとこう調査が入る可能性があるので、まあ、皆さんね、自害を込めて、不正受給はやめるようにしてください。犯罪はダメです。以上です。チャンネル登録、それからいいね、コメントよろしくお願いします。おっす。チャンネル登録よろしくね。シミ渡る